豊洲市場移転問題を巡っておととい小池都知事が判断時期について都議会議員選挙の前を示唆しましたこの知事の判断材料となるのがこちらの2つの会議なんですねこのうち豊洲市場の土壌調査専門家会議が今日行われました会議は紛糾しまだ続いています ここはワンボイスでで行くべきであろうと小池都知事は築地市場の豊洲移転問題について都議選前に判断することを示唆しましたその判断材料になるのが2つの会議今日その一つ豊洲市場の土壌汚染問題を検証する会議が開催されましたこの会議は先月都が以前示した 土壌を環境基準以下にするとした無害化をめぐって会議が中断してしまいましたしま会議の冒頭、村松市場長は市場用地の無害化につきまして現在達成できておりません都民の皆様、またあの事業者の皆様に改めてこの場でお詫びを申し上げます会議では地下水などに含まれる 有害物質の濃度上昇を抑える対策の説明などが行われ具体的な対策が提示されましたところが説明を聞いた仲卸業者はこれおかしいよ悪いけどこれあん削ればいいと思ってんじゃないですか最初からシアンガスだベンゼンだなねこんなのないところに行きたいって言ってるんですよ僕らは皆さんと一緒に 意見をですね、述べて。寄り添うっていう話がですね、全く今なってないですよ。みんな仲卸のかなりの八割方かもしれないし。それじゃなくても大多数の方の考えは築地でみんなやりたいんだよ。できませんよっ言われてる。専門家会議の進め方に。多くの仲卸業者は苛立ちを感じていました。この日。 都内のイベントに出席していた小池都知事は専門家会議再開されて、そして報告がしっかりできたということは良かったと思っていますもう一つの会議、地上問題プロジェクトチームはあさって、豊洲移転案と築地再整備案などをまとめた報告書を小池都知事に提出します豊洲移転か築地再整備か 2つの会議の報告を受けて小池都知事はどんな判断を下すのでしょうか。